ポートレース大村 G3 オールレディース第12回恵比寿吉和杯レースコース2つ目の準優勝戦第11レースです。さあ、中枠勢の作戦行動注目される中で、インにまずは1号艇の田口が向けました。その後方に控えては2コース2号艇の竹井、3コースに4号艇の池田、篠戸と向いてくる様子、外に向かっては3番5番6番での作戦行動になりました。対戦は1号艇が岡山田口節子、2号艇福岡武井奈美、3号艇広島新田由里、4号艇長崎池田篠、5号艇大阪落合直子、6号艇は大阪西村あゆみです。インコースをキープ1号艇田口、この戦いで自身5場所連続優勝を目指します。2コースは2号艇の武井奈美、センター3コースに入ったのは地元4号艇の池田氏のスローの3コース池田。さあ、そしてやはり角になりました3号艇の新田由里、準優勝自身2度目というこの戦い、初の優勝戦進出を目指します。116期は3号艇新田が4コース角、5コースからは5号艇の落合、大外6コース6号艇の西村です。1番2番4番3番5番6番の体系スタートしていきました。わずかに内の手がスタートは先行、スリッターとはほぼ横一線になりました。インコースから1号艇の田口が運ぶ、4号艇の池田が外を攻める、2号艇差し、あとは3番5番6番の順で向こう正面、トップに立ったのはインニング1号艇の田口節子です。田口から2艇身、後が2号艇の竹井、その後に4番、3番、5番、6番と続いています。スタートは前艇正常でした。一周にマーク1号艇の田口がトップで運ぶ、2番の懐に3号艇、5号艇とコーナー接近してきました。直線コース、ホームストレッチに戻って2番手は現在2号艇の竹井優勢、後ろには2艇審査、5号艇の落合、3号艇の新田並んで追走、2周目第1ターンマークです。先頭1号艇の田口、2番手2号艇の竹井と旋回、5番3番4番まで絡んできた21マークの混戦、3番手は5号艇の落合先行しました。体型は1、2、5の体型、4番手2艇審査3号艇に行った、後に4号艇の池田、最後方6号艇の西村で2周目の第2ターンマーク、先頭1号艇の田口、2番手は2号艇の竹井とホーム直線構成開始します。3番手5号艇の落合がキープ、3艇身離れて4番手を3号艇の新田が構想、5番手4号艇の池田、最後方は6号艇の西村で最終第1ターンマークの旋回です。先頭イン速攻1号艇の田口、追走2号艇の竹井、ファイナル進出この田口と竹井というところになりそう。5場所連続輸出に向かう1号艇の田口、そして大村3連続輸出に向かう2号艇の竹井奈美です。3番手5号艇の落合、続いて1、2、5最終ターンマークを旋回します。3連単1、2、5はオッズ 10.0 倍を示しています。第11レース準優勝戦は先頭1番田口、ゴール2着2番竹井、3着5番落合、続いて4番池田、3番新田、ラストは6番西村がゴールしました。